いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカども操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃこのまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強い奴と喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほどその夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。かっちゃん、よかった。かっちゃん、おい、かっちゃん、しっかりせよ。おい、なんでや、かっちゃん、なんで俺のこと守ったんや、おい。だって兄貴がいなかったら大海の八代目ついてくのさい、必ず。わかった、分かったからするな、かっちゃん。おい、かっちゃん、おい、かっちゃん。許さねえ。お前だけは絶対に。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。一ヶ月ぶりですかね。黒沢会長。堂島大吾。大吾、お前どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東上会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東上会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。
俺です。名古屋組を背後で動かしている人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた？あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと？あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目、余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ？ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は登場会に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の登場会のあり方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ？このビルにあんたが登っていくのを見た時確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか？黒沢会長、お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、西島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ？選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか、選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。
大吾。ダリア。あいつ大阪工業の。なんでお前がそこにおるんじゃ、カナイ。お前、勝也を裏切ったのか。大吾、大吾。キユ、話してくれ。大吾が、大吾が。とまあこういうことだ。ふざけるなお前、どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの、お前はるかに何しよってんだ。おい答えろ。答えろ黒沢、答えろ。おい黒沢、黒沢。答えてくれ。キリュウ、どうしてなんだ。どうしてそれが来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ、なんでなんだ。